い、どうも皆さん、こんにちは。今回は新レベルのアイスゴーレムで遊んでいこうと思います。かかちゃんのケースケ一曲のケースケです。ポン！ということで、6月のアップデートに登場いたしました。新レベルのゴーレムですね。はい、こちらね、レベルが上がりますと、なんとなんと、フリーズ時間が8秒になります。もう、俺が滑った時以上に場を効率化するわけですよ。だって通常のフリーズが何秒ぐらい？ 5.5 秒なんで、もう相当フリーズさせるんですよ。なので、ちょっと実際にじゃあどれぐらいさ、フリーズさせられるか、ちょっと見てみたいじゃないですか。なので今回ね、新レベルのアイスゴーレム使ってね、こちらの編成でやっていこうと思います。はい、こちらの編成。私、ケイスケがね、もう開発したと言っても過言ではない。アイゴレネクロですね。こちらの編成ね、突撃艦スパーチャで、まあね、こう、区画をバーって削ってって、で、まあ、U の字を作るんですよ。で、そしたらね、アイゴレネクロをね、入れてって、こう、ぐるっと一周回していくっていう、そんな攻め方になっております。でね、今回はレジェンドリーグじゃありません。レジェンドリーグだと、このね、編成ね、不向きか、が、めちゃくちゃ顕著に出る編成になっておりますんで、今回ね、ちょっとレジェンドが一旦落として、この編成がね、刺さる配置を見つけて、で、新レベルアイスゴーレム使ってね、攻めてみようと思います。で、どれぐらいフリーズしていくかっていうのをね、ちょっと皆さんにお届けしていこうと思います。なのでね、こういう風に動画がほぼ毎日投稿しておりますんで、まだチャンネル登録してないよーって方いますと、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとね、この間みたいに公式さんから開発ビルドを貸しての先行プレイ動画とか、あとチャレンジを攻略法動画にしていきますんで、最新情報を一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、早速、新レベルのアイスゴーレム使ってみましょう。レッツゴー！課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。はい。じゃあ、ここをやってみましょうか。どういった配置にさせるかっていうと、まあ、ちょっと配置強くないんだけど、中心部分になんか使用せず密集してて、スパーチでぶっ壊して、で、アイゴレネクロをぐるっと回せるような配置に強いんで、この辺ですね。やっていきましょう。ちょっと集中していきます。まあ、ここら辺のスパーチャパートは前座なんで、はい。まあ、弱体化されたスパーチャはね、でも、まあ、トラップなそうな場所だったらね、ぶっ刺さりますんで、未だに。はい。やっていきます。で、いいですよ。いい感じ削れていってますよ。待って、これはちょっとぶっ刺されすぎた。待って。よいしょ。もう一発ね、打っといてあげていきつつの。で、アイゴレティックはどっから入れようかな、これ。どっから入れよう。まあ、今日は本当に、アイゴレのフリーズ時間のをね、どんなもんなのかっていうのを皆さんにお届けしていく回なんで、やっていきます。入れていきますよ、ここから。どん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 入れていきますよと。で、アイスゴレムね、重なってまとめてやるともったいないんで、こう、なんだろう。間を開けて、はい、やっていきます。出していきます。間を開けて、出して、待って、それない、これ。めっちゃ反れてんな。めっちゃ反れてんな。ちょっと一体ちょっと手元に残します。あ、で、はい、凍ってます。凍ってます。はい。これ一体弾けたよね、今。一体長いですね。長い、だいぶ長かったね、今。だいぶ長かったね、今。やっぱ 0.5 秒の上だけで体感ね、全然違うなって、思う。で、ちょっともうしょうがない。上、ね、アイスゴーレム流れたんで、上からロイヤルチャンピオン出して、ロイちゃんの手助けしてってもらいましょうか、こちらのアイスゴーレムは。で、どう？あ、今、ね、上、はい、はい、フリーズしましたね。はい、8秒もフリーズしてますからね。ジョジョの、ジョータロのスタープラチナも、確か全盛期、時間止めれてたのも、確か、ね、5秒とかですよね。それが8秒止めれますからね。8秒時を止めてますからね。はい、また凍って、行って、これ、三次方向も、これ8秒間ずっとフリーズですから。で、今、ロイちゃんが、アイスゴーレム一体、今、ロイヤルチャンピオンサポートに回ってますよね、真ん中。真ん中。このアイスゴーレム残り一体。はい、どんなもんなのか、見ていきますよ。どんなもんなのか。さあ、凍っていきました。てか、アイスゴーレムは、こうやって見た。範囲広いな。フリーズの。広くない広くない。こんな広範囲を8秒間止めれんの。強くないアイスゴーレム。ね、いや、やばいっしょ。やばい。待って、範囲、こんな広かったんだ。広かったんだよ。待って、こんな広範囲を8秒間止めるって相当強いっすよ、これ、アイスゴーレム。いや、いいな、アイスゴーレム。新レベル、めちゃくちゃ楽しいぞ。8秒長いわ。はい、じゃあ、ここ、やっていきましょう。さっきはね、施設レベル、ちょっと低めだったんでね、施設レベルある程度育ってるとこ。あ、ちょ、投石機、工事中か。まあ、いいや。まあいいや、で、ここから突撃艦ね、入れていきますよと。で、ちょ、まっちゅ、これ、
ちょっと焦るんだよな、ちょ呪文タバンのインビジ。俺が落としたかと思っちゃうじゃないか。はい、で、スパーチャーやっていきます。今回は事故ってないっすね。これ待って、インビジかけていく。で、インビジをかけてって、さあ、モノリスぶっ壊してほしいっすね。で、もう一回、ラスト一発。打っていく。さあ、もうこの段階で呪文全部使いましたが、アイスゴーレム7体います。実質呪文21枠です。もう実質呪文21枠ですからね、これね。アイスゴーレム7体いるんで、21枠です、実質。で、さあ、ここからアイゴレネグロ入れていきましょう。で、いや、ちょっと待って、これ、それそうだな。なんかあれだな。分断されそう。まあ、いや、ちょっとアイスゴーレム、はい、こんな感じ入れていきますよと。あー、ちょっとそれたんで、それったらちょっとそういった方にもアイスゴーレム足していきます。ちょっとそれてしまったんで、はい、1体なんかバネトラップで飛んで、なんかめっちゃ、カラフリーズになってますね。カラフチになってます。いやー待って、キング待って、シングルインフィット上げられた。いやーまあしゃあない、ロイちゃん足そう。ロイちゃん足してって、左側も攻めていきます。左右からこう攻めていきますでいくと、どうだアイスゴーレム仕事してくれんのかな、これ。こっからさあさあさあ、いい感じにアイスゴーレムがぶ、あ、オッケー、右弾けました。右弾、ちょっとそんな仕事してないですね。ちょっとそんな仕事してないです。あ、で、オッケー、左。左は結構いい仕事してんじゃないですか。これ、長いっすね。長いな、フリーズ。長、頭おかしいだろ。頭おかしいな。このフリーズの範囲と地下。何これ。やばくない？ほんと範囲、範囲広し、あ、ほら、今2体弾けて、めっちゃ凍ってますよ。これ、2体弾けたからか。2体弾けたからこんな広いのか。ですけど、いや、でもやばいな、8秒。もう、これだな、もうタウンホール15のお化け火力、アホみたいな火力、さあ、全然怖くないですね。さあ、はい、バネトラップで飛んで、止めていきました。全然フリーズ解除されませんね。あ、で、ここでようやくか。ようやく解除されてって、前回。いや、楽しいな。いや、ただね、あ、まあ、アイスゴーレムラッシュ今回やりませんよ。なぜならクソ弱いから。クソ弱いからやんないっす。最大限にアイスゴーレムの強さを活かせるんで、こちらの編成をね、やってるんですよ。いや、楽しい、アイスゴーレム。これ、今、使い得じゃないですか？はい、ね、もうこの編成がぶっ刺さると言っても過言ではないタイプ。出ました。いや、さっきの配置もね、ぶっ刺さるタイプだったんですけど。さあ、ちょっと行きますよ、ここからね。あ、ちょ、あ、待って、やばい。突撃、途中でした。やばい。ちょっとタウンホール手前までちょっと伸ばす。ダクリタンクあたりまで伸ばす予定が、ちょっと待って。これやばいぞ、事故るぞ、これ。よいしょ。よし。事故るな、これ。どうしよう。まあ、タウン残るな、これ。タウンぶっ壊したかったんですけど。いや、ま、でも待って、ちょっと待って。スパーチャー、はい、ラスト一発使っていく。で、ぶっ壊していきましたよね。ぶっ壊した、いったんで。いや、まだ大丈夫です。なぜなら、俺にはアイスゴーレムがいるんで、ここから皆さんに、アイスゴーレムの強さをお届けしていきます。アイスゴーレムがいい感じにね、タウンホール止めていけば全然ありますんで、全然あります。まあ、アイスゴーレム死ぬの操作できないですけどね。操作できないですけど、まあ、でも、ね、タウンホール15火力高いんで、結構ね、やっぱ防衛室火力密集してるあたりで、死んでね、フリーズしてってくれると思います。さあ、こんな感じ。あー、ちょっともう2体死んでんね。もう2体死んだね。バネトラップで飛ばされたね。で、さ、魔の投石もあんのか。タウン横投石機もあんのか。いや、でもね、アイスゴーレムのフリーズでまとめて殺せられますよ、これ。で、さ、アイスゴーレムの数で、タウンのギガインフェのターゲット取り切れたの強いし、はい、フリーズです。フリーズ。このフリーズのおかげで、めちゃくちゃ強いタウンホール、ギガインフェの攻撃、防げてますよ、これ。防げてる。いいよ、強いよ。で、まだネクロにはターゲット取られてないんで大丈夫。で、ここで、もう一体弾けないかな。オッケー、ナイス、弾け。ナイス、弾け。はい。はい、場を効率化してます。俺が滑った時以上に、場を効率化していって、さあ、爆破のポイズンとかに合わせて、塔も撃っていけば、さあ、もうこれいいんじゃないか。もう強いな。で、ま、ちょっと施設レベルが、自体がまだ完全に育ってるようなやつじゃないんだけど、ね、アイスゴーレムね、タウン止まっても、はい、この範囲の広さ、そしてフリーズ8秒のおかげで、タウン区画も難なく突破。やっぱアイスゴーレムたくさん積んだおかげで、ね、ね、ギガ今タケ取り切れてるし、強いですよ。でもちょっと待って、ポイズンだな。ポイズンタワーでネクルやられちゃない？いや、待って、ラスト1体いますんで。はい、
ラスト1体死にかけのアイスゴーレムいますね。こいつよ。こいつが、なんかフリーズ固めていってくれませんね。はい、くれません。はい、くれませんが、こんな風に、アイスゴーレムのフリーズで、ね、ネクロマンサーを守っていくっていうね、そんな編成になっております。じゃあ最後に、じゃあ、サービス終了系、陸の面出し系の攻め方で最後、ちょっとやってみましょうか。呪文とか編成ね、ちょっとね、いじくりまして、やってみようと思いまーす。はい、ラストこんな感じ。呪文編成変えました。クエイク発発の、あとフリーズの、もう永久凍結編成でやっていこうと思います。さあ、これでね、クイックやってて。まあ、どうしようか。序盤、まあ、アイスゴーレムが死に切ってから、フリーズを連打していく感じで攻めていきましょうか。なんで、はい、こうやって、ディャーつってね、やってて。あー、早速1体飛んだ早速1体15枠無駄にした。早速1体死んだんですけど。どうこれ、アイスゴーレムどういいね、フリーズしてますね。いや、でも HP が4000もないんで、やばい、死にやすいな。死にやすいな。この使い方さすがに死ぬか。ゴレと混ぜた方がいいのかな、これ。ちょっと早速どんどん死んで、もういなくなってません、アイスゴーレム。早速なんかどんどん死んでんすけど。早速どんどん死んでんだけど。ちょっと待って、フリーズちょっと打ち分けていくわ。もう上の1体とかしかいない。まあ、でもこっちね、ウッドランチャーに3体入れてます、アイスゴーレム。入れてみました、今回。なので、このね、ウッドランチャーに入ったアイスゴーレム、どれぐらい仕事してくれる？さあ。こっから、シングルインフェとか、どんどん固めていって、もういなくなってますね、アイスゴーレム。あれ入れてなかったっていうぐらいいなくなってんだけど。あれだな、やっぱさっきみたいな攻め方が効果的ですね。これだと、ちょっと面で出してやっちゃうと、なんか HP 低いから、すぐ死んじゃってく。で、いいところでフリーズがなかなか入らない。なので、やっぱ、俺がね、ねえ、考えた、あの支援戦術の方が合理的でしたね。結構合理、なんかアイスゴーレムの強み活かせてましたよね。なので、15の方とかでよろしければやってみてください。本当刺さる配置見つけたら。あの編成で結構強いと思うんですよね。はい。なので、最後、アイスゴーレム面出しだと、ちょっと、あんまりでしたね。あんまりでした。フリーズ8秒の強み、そんな活かせてないかなっていう、気には。なりましたね。いやーでも楽しかった、アイスゴーレム今回使ってって。うん、やっぱ 0.5 秒伸びるだけでやっぱね、それだけ違いますから。クロスボウとかのダメージとかも相当 0.5 秒分抑えれるって結構でかいっすからね。はい、なので継続ダメとかね、そういうのを抑えれるって、 0.5 秒分抑えれるって結構な強さにはなりますからね。はい、ということで今回はね、新レベルのアイスゴーレム使ってみたっていう動画をお送りしていきました。いやー、やっぱりね、前のレベルは 0.75 秒かなんですけど、やっぱ 0.5 秒上がるだけで相当フリーズ時間長くなりますね。いや、めちゃくちゃ面白かった。レベル1とか2とかだとだいたいね 4,5 秒ぐらいしかフリーズしないんですけど、もうその場合ね、フリーズできてたんで、いや、めっちゃね、楽しかったなっていうふうに思いました。なのでね、こちらの編成ね、刺さる配置見つけたらね、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。はーい、ということでね、高評価の動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひもチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、この動画面白かったためになったなって、またグッドボタンやコメント、友人やクラメニシアの方よろしくお願いいたします。はい、ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。